博士夫人の行方父は殺されたのです。犯人はまだ逃げる間がありません。早く家の周りを取り囲んでください。家中の電灯をつけてください。そして家探しをしてください。犯人はどこかにまだいるはずです。皆さん、お願いです。真一がうわずった声で叫んだ。 イガラシ老博士はその時全く絶命していたのではないことが後になって分かったけれどおびただしい血を流し意識を失って倒れている老人の姿を見ては真一をはじめその場に居合わせた人々が絶命と思い込んだのは無理もないことであった誰かがまずその部屋の伝統のボタンを押した。 老博士の寝室がパッと明るくなった伝統の光によって被害者を見た人々は殺人という恐るべき事実を一層明確に意識した人々はうろたえていた真一の叫び声に応じて部屋を飛び出し廊下や階段を意味もなく駆け回った その頃はもう別荘中の人が起きだしてきていたが人数が増すにつれて右往左往の混乱は甚だしくなるばかりであっただが7人の憲兵はさすがに少しも取り乱さなかった交代で眠っていた憲兵も素早く昼間の服装をつけて要所要所に駆けつけていた 建物の周囲には根津の番が見張っていた上新手の人々も加わってたちまち蟻ののい出る隙間もない警戒網が張られた「部屋」という部屋の電灯をつけて回り窓の幕を開いて庭までも明るくし犯人の逃亡に備えたのも憲兵の起点であった犯人は逃げ出す暇がなかった。 建物の中のどこかに潜んでいるに違いない。人々はそう信じていた。したがって、彼らの狼狽はいつまでも静まらなかった。憲兵を除いて最も冷静であったのは、南工学博士である。彼はうろたえ回る人々を離れて、 もう一度被害者の部屋へ引き返していたそして偉大なる老科学者の死体のそばにひざまずいてしっにその負傷の箇所を調べたややあって開け放った扉の外に慌ただしい足音がして新一青年が飛び込んできた真っ青な顔が涙に汚れているはあ 南さんここでしたかぬすまれましたあれのおりかばんの隠し場所へ行ってみたのですがありませんなくなっているのですスパイは父を殺した上あの大切なノートまで奪っていったのですしんいちは絶望のあまり泣き声になっていた だが、この重大な報告に接しても南工学博士は返事さえしなかったそれどころではないというように被害者の体に覆いかぶさってしきりと何かやっている南さんどうしたのです新一もその意味に気づいたのかびっくり ふりするような叫び声を立てて、博士のそばへ寄って行った。南博士はやっと顔を上げて新一を見た。お父さんは絶命せられたのではない。かすかに脈がある。え脈が新一は愕然として、息遣いも荒くそこにひざまずくと、父博士の手首をつかんだ。 掴んだままいつまでも空間を見つめて身動きさえしなかった感じるだろうかすかにうんあるあるは医者を早く医者を真一はあごをわなわなと震わせて叫んだ。 誰かいませんか。南博士の怒鳴る声に応じて廊下から一人の憲兵が入ってきた二階の部屋部屋の捜索を担当していた山下伍長である南博士が事の次第を告げると今ちょうど他の憲兵が上田市の警察署へ電話をかけているところだというので警察署に頼んで 同志から然かるべき医師を急行させてもらうこととし山下五長は同僚にこれを伝えるために開花へ降りていった後に残った二人は寝台から枕と毛布を取り老博士に毛布を着せかけ頭の下にそっと枕をあてがった瀕死の重症者を寝台の上に運ぶわけにはいかなかったからである。 そうして負傷者の両側にしゃがんだまま顔を見合わせて黙り込んでいたがやがて新一はふと気づいたように口を開いた母はどこへ行ったのでしょうえお母さんがさっきから一度も見かけないのですよこの騒ぎに 母が一度も顔を見せないのは変です <laughs> まさか休んでおられるるのじゃあるまいね。南博士は隣室との境の扉を目で示しながら言ったその扉の向こうの部屋が時々来訪する五十嵐夫人の寝室に当ててあった廊下を回らなくてもその扉さえ開けば 老博士夫妻はお互いに行き来ができるようになっていた新一は無言のまま立っていってその扉を開いた空っぽです。変だなお父さんを放っておいて一体どこへ行っているのだろう騒ぎに紛れて今まで誰もそこへ気づかなかったが。 重傷者の傍らにその夫人の姿が見えぬというのはただ事とではない犯人は老博士に瀕死の重傷を負わせ重要書類の入った折りかばんを奪い去ったばかりでは満足せず博士夫人にさえも何らかの危害を加えたのではあるまいか真一は母の寝室に入っていって その辺を探し回っっている様子であったが、しばらくすると扉のところへ戻ってきて南博士をそっと手招きした「黙って」という合図をしてしきりとを手招きするのである博士はちょうどそこへ戻ってきた山下伍長に負傷者の身辺の警戒を頼んでおいて。 老博士夫人の寝室へ入っていった新一は無言のまま南博士を部屋の隅へ連れて行った立ち止まったところに大きな洋服ダンスが立っている新一は観音開きの扉を目で示して再び「静かに」という合図をした。 何かしら途方もないことが起ころうとしていた洋服ダンスの中からことこと異様な物音が聞こえてくるのだ中に生き物がいる気配である物音を聞かせておいてから新一は抜き足をしながら南博士を廊下に連れ出し 囁き声で言った人が隠れているらしいしかし妙なことに観音開きに鍵がかかっているのです内側からはかかりません誰か外から鍵をかけたのです鍵を探してみたけれどちょっと見つかりません 母が洋服ダンスに鍵をかけるのを見たことがないのです。大切なものが入っているわけでもないのだから、鍵なんかかけたことはないようです。だから、僕は鍵のありかも知らない。その辺の机の引き出しなんか探してみたけれど、ありません。<laughs> 中に何者が潜んでいるにせよ。 憲兵さんに立ち会ってもらって戸を破るほかはありませんね南博士がうなずくと真一はそのままどこかへ立ち去ったがまもなく一人の憲兵を伴い金手こを持って帰ってきた三人は再び抜き足をして洋服ダンスの前に近づいた耳を澄ますと。 やはりコトコトと異様な音が聞こえてくる誰だ、そこにいるのは。新一が大声にどなってみたが聞こえたのか聞こえぬのか中からは何の答えもなく同じ物音が続いているしかもその音がだんだん強くなってくるのだ 新一は持ってきた金手子を観音開きの合わせ目に入れて扉をこじ開けようとしたが厚い空きの頑丈なタンスだからなかなか思うようにはいかぬおししなさい自分がやってみましょうもどかしく思ったのか憲兵は新一から金手子を受け取って扉の前に立った。 何が飛び出ししててくくるかかわりません。用心してください。憲兵は2人に注意を与えておいて巧みにかなてこを使い苦もなく扉の城前の部分をこじ開けた扉は自由になっただが中からは飛び出してくる様子もない憲兵は扉をそっと開いていった。 開くにつれれて伝統の光が流れ込む。その光に照らし出されたものは手足を縛られ猿靴輪をはめられた小柄な女の姿であったあお、母さん。真一はそれと知ると飛びついて行って観音開きを開け放ちその女性をタンスの外に助け出した。 五十嵐老博士夫人は自室の洋服ダンスに閉じ込められていたのである縄を解き猿靴輪を外されても夫人は口をきく気力もなくぐったりとなって肘掛け椅子に寄りかかっていたが新一が開花に走って持ってきたコップの水にいくらか正気づいて。 とぎれとぎれにことのしだいをかたるのであったおおきなやつでしたよがんじょうなてつのようなうでをしていましためがさめたときにはもうくちのなかへこれをおしこまれてこえをたてるどころかいきをするのがやっとでしたふじんは 足元に落ちているサルグツワの手ぬぐいの丸めたのを指し示したきっとあいつですね折りカバンを狙っているやつですねあれは大丈夫ですか盗まれやしなかった盗まれたのですその男の顔を見ましたか 新一は老博士の重傷のことはわざと語らなかった彼は母をタンスから助け出す前に用心深く負傷者の部屋との境の扉を閉めておいたのであるあ,あやっぱりねそいつの顔は見えません伝統が決してあったんだもの 月明かりで大乳洞のような影をちらっと見たばかりその後は何が何だか夢中でしたよ気を失ってしまったのかもしれませんタンスの中に入れられたということが分かったのはずいぶん経ってからですものねそれからどうかして人に知らせようと思って膝でタンスの戸をたたいたのだけれど あの狭い中にエビのようになって押し込められていたのだから思うように戸を叩くことさえできなかったのですよお母さんその男はこれまで一度も会ったことのないやつですかそれともどこかで会ったことがあるというような気はしませんでしたか真一が妙な尋ね方をした。 わかりません。顔を見分けることも声を聞くこともできなかったのだものただ鉄のように腕っぷしの強い男ということが分かっただけです夫人は椅子に寄りかかっているのも苦しそうに見えたので南博士は真一を手伝って夫人を寝台に横にならせ しばらく何も考えないでお休みになるようにとお勧めた夫人はおとなしくその勧めに従って名目していたがふと非常に気がかりなことに気づいた様子でパッと目を開いた「でもなぜでしょうなぜ私をこんな目に遭わせたのでしょう?」。 りかばんがここに置いてあったわけでもないのにそしてお父さんはどこにいらっしゃるのですおやすみになっているの新一は急所をつかれてはっとしたように南博士と顔を見合わせたがさりげなくええあでもそんなことは後でいいから。 ひと眠りする方がいい。お母さんはひどくつかれているんだからねそうなさい子供をあやすように言って母の額にそっと手を置いた夫人は言われるままに再び目を閉じたそれ以上言葉を続ける気力がなかったのであろう ぐったりとなってしばらくすると軽いいびきを立て始めた。熱が出ている。母はちょっとしたことにもよく熱を出すのです。当分は起きられないかもしれません。新一は夫人の額から手を引きながら声を殺していった。折り鞄といえば、 今度はどこに隠しておいたのです盗まれたことは確かですか南博士は真一の気を変えるためのように突然別のことを尋ねた <laughs> どこだと思います真一はこんな際にもかかわらず何か人をじらすような言い方をしてかすかに微笑をさえ浮かべた。 どこです南博士はそれに取り合おうともせず怒ったように尋ね返す設計室の金庫の中ですえ金庫の中だってああ君はなんという大胆なことを博士はあっけに取られたように思わず声を高くした 大胆ではありません相手が金庫はいつも空っぽだと信じきってしまった現在ではそこが一番安全な隠し場所だったのです考え抜いて決めたのですしかし敵は一枚上手でした僕のこの考え方をちゃんと見抜いてしまったのです は最前から寝台の方に立って二人の会話を聞いていたが折りかばんの最後の隠し場所が金庫の中であったと聞いた時には少し顔色を動かしたしかしそれについて意見を述べようとはせずしばらくすると足音を立てぬようにしてそっと室外に消えていった。 望月憲兵少佐犯罪の行われた時刻を正確に言うと午前0時13分であった庭園を警戒していた憲兵が窓からの老博士の叫び声を耳にした時素早く腕時計を見ておいたのであるそれから朝の8時まで 引き続いて別荘内の捜索が続けられた憲兵の半数がそれに携わった部屋という部屋の押し入れを開き絨毯をめくり壁を叩き天井床板の継ぎ目を調べ手の及ぶ限りの捜索を行ったが何らの異常をも発見することはできなかった上田市の警察署長が 司法主任を伴い同志の外科病院長と看護婦を同社させて自動車を別荘に乗りつけたのは午前2時を少し過ぎた頃であった被害者が国家の重要人物であるという電話によって所長は特に迅速な取り計らいをしたのである五十嵐博士の負傷は「差配肩甲骨を貫き」 臓に達する支傷で狂器は刃渡り3センチの鋭いもろ刃の担当と鑑定された傷は危うく心臓を避けていたので即死だけは免れたが老体でもあり生命を取り留めうるか否かは疑問であった午前7時地方裁判所から検事の一行が到着した。 検事は古参の憲兵総長と警察署長と協議の上とりあえず店内の人々の取り調べを行った午前8時少し過ぎ自動車の警笛とともに東京憲兵隊司令部の望月憲兵少佐が来着した少佐は昨夜の事件を知っていたわけではない。 五衛憲兵の増派と五十嵐博士一行の周囲にただならぬ陰謀の行われつつある情勢捨ておきがたく新一の根性に応じて単身現場に出向いてきたのであるが時すでに遅く五十嵐博士は重傷を負いその取り調べのため出張せる検事と相前後して到着するはめとなったのである。 検事は事件の性質上取り調べの主導権を望月少佐に譲る態度をとった少佐はまず一室に7人の部下を集め30分以上にわたって密談を遂げた後検事と立ち会いの上改めて邸内の人々を一人一人呼び寄せ老博士負傷前後の事情を聴取した新一京子 南博士らも個別に綿密な質問を受けた事情聴取を終えると少佐は五十嵐博士の病室を見舞った医師と看護婦のほかは何人も同席させず20分ほども費やして容体を聞き取った上邸内の人々が病室に立ち入ることを禁じ入り口に憲兵の一人を 絶えず立ち番させることとした。息子の新一さえも、少佐の許しを受けずして父を見舞うことはできなくなった。井原博士夫人は、昨夜の打撃によって高熱を発し、病床の人となっていた。検事や餅月少佐の質問にも応じ得ぬほどの容態であった。 人々は協議の上老博士重傷のことはしばらく夫人の耳に入れぬこととしその病室を他に移すよう取り計らった新一が望月少佐と差し向かいでゆっくり話をする機会を得たのは昼食後のことであった京子は泊まり込みの村の娘2人のほかにもう2人の応援を頼み 他人数の食事の用意に殺された。食事が終わると検事と警察署長は全てを憲兵隊の取り計らいに任せ医師と看護婦だけを残してひとまず別荘を引き上げていったその一行を見送ってから望月少佐は新一を人なき設計室に誘い込み打ち解けて語り合う機会を作った。 2人は例の横断路のある広間の片隅にテーブルを差し挟んで向かい合っていた少佐はかつて折りかばんの隠し場所となった二重クッションの安楽椅子に持たれタバコをふかしながら時々窓越しに庭の芝生を見下ろしていたそこには部下の憲兵の一人が忠実に見張りを務めている姿が 小さく眺められた少佐はネズミ色の背広服を着ていたゴブガり頭と日焼けのした朝黒い顔とが軍人を感じさせるほか要望にも言語動作にもことさら軍人らしいものはなかった40歳は越しているに違いなかったが 坊主頭のせいか若々しく見えた理知的な引き締まった頬美しい口ひげ笑うと非常に愛嬌のある白い花見全体に親しみのある顔立ちであったがその中に一重まぶたのあまり大きくない目だけが時折相手の腹の底をいとすような鋭い輝きを見せた。 もう一日早く来てくださればこんなことは起こらないで済んだかもしれません真一が少佐を尊敬していることはその見上げるような目つきによっても察せられたこの人物のいるところにはいかなる犯罪も起こりえないと固く信じているように見えた少佐は、 愛嬌のある花見を見せて笑った僕が昨日来れば相手はおとといこのことを決行していたに違いないあじゃあ犯人はあなたの来られるのを知っていたとおっしゃるのですか無論知っていたこいつは何もかも知っているやつですはあ,あ 敵国の艦長と考えるほかありませんね新一はひときわ声を低くした断定はできないしかし十分考えうることですところで君の意見を聞きたいのだが万一お父さんが再起できないとするとここの設計事業は中止のほかはないのかそれとも 他の学者たちの手で続けていくことができるのかという点です少佐は真剣な面持ちで尋ねた絶望ではなくても非常な困難にぶつかるわけです昨夜も南博士とこのことについて話し合ったのですが非常に重要な部分の設計がまだ完成していないのだそうです そそののの部分はは全くく父父受け持ちで、ででななてわからいい点が多いのだそうです。<laughs> しかしこの設計に参加した学者たちは父の計画の原理は理解しているのですから父がいなくても時間さえかければ何とかなるだろうというのですがその時間が非常に長くかかるかもしれない。 1>, 1年かかるか2年かかるかわからないというのですつまり犯人は父を亡き者にし父のノートを奪うことによってこの設計事業を十分妨害することができたわけですそういう目的を持って行動するやつは敵国の艦長のほかにはないではありませんかお父さんに万一のことがあれば。 お父さんの一心上だけのことではない国家の大損失であるということは僕もよく分かっている僕の部下たちは申し訳ないと言って泣いているのです僕は彼らを信じていた今でも信じている優秀な憲兵たちですこんな失敗を演じたことは今まで一度もないのです 彼らが取り逃がすほどの敵なればたとえ僕がいたとしてもどうすることもできなかったかもしれない僕は部下を信じている信じているだけに今度の犯人が決して並々のやつでないことを感じるのです僕の部下は7人もいて根津の番をしていて 犯人がどこからどうして逃げたかわからないなんて信じられないというのです。どこにも一部の隙さえなかったはずだ。自分たちは完全に任務を果たしていたというのです。そうです。私もそう思います。犯行直後のことだけを考えても、犯人の逃げる隙は全くなかったのです。 それほど敏速に警戒網が張られたのです。蟻の這い出る隙もなかったのです。それにもかかわらず、犯人は消えてしまった。私はふと妙なことを考えることがあります。犯人はもしや、我々の中にいるのではないかと。 僕の部下たちも同じ考えを持っているあるものは固くその説を取って譲らないほどですしかしね五十嵐君それには一つの重大な反証があるんだ犯人はここに住んでいる人々の中にはいないという確かな証拠があるえ証拠が動かし難い証拠だ 僕の部下たちはここへ来てから人知れずいろいろな仕事を成し遂げていたそのうちの最も大きな仕事は犯人の指紋を発見したことです犯人は最初この煙突からこの部屋に忍び込んで金庫を開いた僕の部下は金庫の指紋を採集したのです <laughs> それから犯人は この部屋の窓ガラスを切って侵入したことがあるその時ガラスに残った指紋も無論採集した最近では昨夜犯人は金庫の中から折りカバンを盗み出したがその折りの指紋も調べたまた部下たちは一方ではここに住んでいる全部の人々の指紋を片っ端から採集した爺やから女中に至るまで ことごとごく指紋を取った君も例外ではありませんよ君が食事の時手にしたコップがその資料になったのですそれらの指紋は小型写真機によって同じ大きさに写されレンズの力を借りて比較対象をせられたその結果ここの住人の誰の指紋とも一致しない一つの指紋が金庫の扉にも 窓ガラスにも残っていたことが確かめられたのです僕の部下は最初金庫の指紋を取った時その滑らかな面やハンドルをきれいに拭き取っておいた犯人が再び金庫に触れることを予期したからですだから最初そこにあった指紋には金庫を運んだ妊婦などの指跡が混じっていたかもしれぬが 昨夜そこに残っていた指紋はここの住人のもののほかは当の犯人の指紋でなくてはならないしかもそこに一つの得意な指紋があったのです。最初の金庫の表面にも窓ガラスにも残っていた同じ指紋でここの住人のではない指紋がはっきりと検出されたのですわかりますか その得意な指紋の主は外部から侵入したと考えるほかはない彼は誰にも見とがめられず侵入し誰にも見とがめられず立ち去ったのです僕の部下は口をそろえてそういうことはありえない信じえないと言うけれども人間の感覚によって歴然たる物的証拠を否定することはできない 誰の目にも見えなかったとしても犯人は確かにこの家に出入りしていたのですああそうでしたか私は少しも知りませんでしたが憲兵さんたちはそこまで調べていてくれたのですか何も喋らないで黙々として任務を遂行をすという軍人流のやり方ですね 真一は缶に耐えて恥じるように言うのであったその得意な指紋というのはこれです右手の親指と人差し指とが採集されている他の指の跡も残っていたが不明瞭で資料とするに足らぬのです今のところ犯人の手がかりは この指紋だけです指紋によって犯人を探し出すというのはもしそれが指紋台帳にない場合は何時中の何時ですがともかく我々はこの指紋から出発するほかはない三好総長がこの写真を持って午後東京へ帰ることとなっていますそしてまず 憲兵隊司令部と警視庁の指紋台帳を照合してみるわけです三好は最も信頼できる憲兵です新一は少佐の手から一様の写真を受け取ってそこに黒く渦巻いている二つの指紋に見入った肉眼では十分見分けられぬけれど二つとも 横に流れた定常門であった。こいつですね。父をあんな目に遭わせた奴は、そしてこの大事業を挫折させた奴は、<laughs> 僕は復讐しないでは起きません。必ず復讐します。望月さん、今日からあなたの弟子にしてください。 僕はあなたの助手になってこいつを捕らえるのですこのスパイのやつ捕らえないでおくものですか真一は歯ぎしりをして叫ぶように言うのであった指紋の主。 三好憲兵総長は望月少佐の命を受けてその日の午後上田市から東京への汽車に乗った言うまでもなく五十嵐博士殺害未遂犯人の開始門称号のためである三好総長はまだ30を少し過ぎたばかりの若々しい軍人であったが。 望月少佐が大陸在任時代からの部下で少佐の片腕として大陸の複雑な国際犯人捜査にあたりその道にかけては豊富な経験を持つ老練家であったしかしさすがの三好総長も今度の殺人未遂事件には少なからず面食らっていたこの事件には何かしら途方もない感じがあった あれほど厳重に見張っていたにもかかわらず犯人は隠れ身の出も身につけているかのように全く人目に触れないで博士の寝室に忍び込み設計室の金庫の書類を盗み去った犯人は大きな目を見張って張り盤をしている数人の憲兵の前を通過しないではそこへ出入りすることは不可能であったしかも憲兵は 誰一人犯人の影さえ見なかったのである隠れ身のはおとぎ話の世界のものであるしかし何かそういう風うな術を例えば人間の体が透明になるというような奇械な術を犯人が心得ていたとでも想像する他に考え方がなかった 三好総長はその詳しい内容は無論聞かされていなかったけれど五十嵐博士一行が山荘に立てこもってこの戦局を一挙に左右するほど重要な兵器の設計に従事していることは十分承知していたしたがってこの犯罪が国家にとって軍にとっていかに重大なものであるかもよく分かっていた。 こいいつはは一通りのの犯人ではないぞ。よほどの覚悟をしななくてはならんぞ。総長は記者の中で何度となく自分自身に言い聞かせたこの犯人を捕らえるかどうかは前線の将兵が敵の拠点を占領するかしないかと同じくらい重大であったいや 全戦局を左右する発明という点から言えばそんな比較ではまだ軽すぎる。俺は今ただ一人で数万の敵軍に向かって突進しているのと同じだぞ。と考えると総長はその任務の重さに武者部いを禁じ得ないのであった。 総長はその夜遅くく東京に着くと、自宅に一夜を過ごし翌朝はまず憲兵隊司令部に行って彼の任務を報告しそこで調べられるだけは調べたがこれという手がかりをつかむこともできなかったので直ちに警視庁に赴き知り合いの外事課長を通じて犯人の指紋の称号を依頼した。 しばらく待っていると指紋係が一枚の指紋カードを手にして入ってきたありましたよこれですお持ちになった写真の指紋とぴったり一致していますえありましたか三好総長は案外の吉報に飛び立つ思いであった写真と指紋カードとを受け取って 拡大鏡を借りて見比べると親指と人差し指の指紋が寸分たがわず一致していることが分かったカードの住所指名欄には芝区浪漢町1丁目62番地「韮崎翔平」と記入してあるどんな前科があるのですかところが。 前科というほどの前科はないのですこいつは僕が指紋を取った男でよく覚えているのですが変なやつですよまあ途方もない変わり種ですね指紋係はなぜかニヤニヤ笑いながら答えた変わり種というと一つ詳しく話してくださいませんか へえようござんす。自分で指紋を取ったからといっていちいちその人間を覚えていられるものではありませんがこいつはひどく変わっているので幸いよく記憶しているのです。僕はこいつの住まいも知っているのですよ。指紋係はその辺にあった椅子に腰を下ろすと いささか得意げな面持ちで雄弁に語り始めた「ニラ崎は1 5 6年シナに住んでいて大東亜戦争の起こる少し前に東京へ帰ってきた男です」「北京にも南京にも上海にもハンコウにもまあシナの目ぼしい都にはことごとくいたことがある方々へ転々として商売をしていた」 というのですね嘘か本当かは分かりません本人がそう言っているのですシナの政治家とも大抵は知り合いだといって有名な政治家の書などをたくさん持っている美術品もいろいろ持っていて当時この男を調べた刑事の話によると古い仏像だとか面だとか 薄気味の悪いようなものを実におびただしく持っているのだそうです。品子は日本語よりも上手いくらいで本人は品事変が始まってからは密偵のようなことを務めたと言って威張っているのですが嘘か本当か分かりません。その頃警視庁で軍の方に問い合わせたところ結局はっきりしたことはわからなかったのです。 どうもでたらめらしいのですねこの男は妻も子もなく全くの一りぼっちで暮らしていて親戚チきもないのか近所の人は彼のうちに客の来たのを見たことがないと言っています小金は持っているらしいのですシナから帰ると芝のその町に売り物に出ていた外人の家を買い入れて そこに一人で住んでいるのですからねこの家がまた化け物屋敷のような古い壊れかかった西洋館で木造2階建ての建てた時には相当の建物だったでしょうが何分にも年数が経っているので全くのあばら屋ですそこで自炊生活をしているのですね 年ですかカードに書いてある通り明治28年生まれですからちょうど50ですねなかなか立派な男で背が高くって顔も立派な顔をしているのです8字ひげなんか生やしているんですよ <laughs> ひどい変わり者です第一、こいつのうちの門は開いていたことがない いつも鍵がかい。夜も表からは伝統の光も見えないのでうちにいるのかいないのか見当もつかないのだそうですつまりこういう関係が全くないのですねでは食事なんかはどうしているかというと全て外食らしいのです。 放浪壁があるので家を空けて旅行することが多いらしいのですがいつ出かけていつ帰ったかは近所の人も知らないというありさまです隣組の持てあまし者ですねでその男が何か罪を犯したのですか三好総長は 指紋係の話がいつまでもその点に触れないのをもどかしがって尋ねたさあそれが罪というほどの罪ではないのですただ非常に変わっているのですね一例を言いますと他人の邸宅へのこのこ入っていって主人の居間に座り込んで 平気な顔で女中にお茶を持ってこいなどという全く知らぬうちでそれをやるのです別に物を盗んだりするわけじゃありませんそういう訴えが警察に来るのです身の軽いやつでしてね真っ昼間屋根の上を伝え歩くという変な癖も持っていました他人の家の屋根から屋根と伝って歩き回るのです それから真夜中に街を歩くのですねそして犬を殺すのです飼い主のある犬でも何でも吠えついてくるやつを片っ端からピストルで撃ち殺すある夜などは同じ町内に犬の死骸が6匹も転がっていたというのですからねこれは飼い主たちから訴えがあって損害賠償をさせられたのですが その罪と無届けでピストルを所持し市中でそれを発射したというカードで罰せられたのですそれに以前からのいろいろの不審な行動もあってその時は厳重な取り調べを受けました医師の精神鑑定も行われたのですが精神描写ではない判断力は正常なのです一種の、 極端な変わり者ということで方面になりましたしかしそれ以来所轄警察署の注意人物になっているのです尾行がつくというわけではありませんが油断のならぬとっぴな男として絶えず注意を払うことになっているのですあであなたのお持ちになったこの指紋は一体 どういう事件に関係があるのですか？殺人未遂事件です。長野県の山奥で計画的に行われたのです。一昨晩の出来事です。へえあ、いつがね。あ、はあ、そうですか。で、憲兵隊でお取り扱いになっているのは無論。 そうです。官庁の疑いがあるのです。戦争と密接な関係のある非常に重大な犯罪です。すぐその男を調べてみたいのですが。わかりました。幸いその男を手掛けた刑事がおりますから、所轄警察署までご案内させましょう。ちょっと課長に相談してみますから、しばらくお待ちください。 指紋係はそう言って立ち去ったがほどなく給児がやってきて三好憲平総長は捜査第一課長の部屋に案内され課長の紹介で北村というその刑事に会い三崎の住まいに同行してもらうこととなったその自動車の中で三好総長はこの犯罪の重大性と 犯行の超現実的とも称すべき巧みさについて語ったがすると北村刑事はそれに答えて「あいつが艦長であろうとは全く気がつきませんでした」しかし考えてみればいかにもそういう犯罪にはうってつけの男ですあいつは手品使いですからね と不明を恥じるように言った。手品使いと言いますと。記述師ですね。実に手品がうまいのです。留置中に私たちの前でやってみせたことがあるのですよ。小手先の手品でしたが、実に苦労と裸足しのうまさです。あいつなら。 どんな王子掛けの手品だってやりかねませんよあなたは今隠れ身のとおっしゃいましたねそういう手品だってあいつならやれるかもしれません刑事は真面目な顔でそんなことを言った「品ナがうまいのだそうですね」ええそれは手に入ったものです。 日本人であることは確かなのですか原石は調べたのです架空の人物ではありませんしかし十何年もシナにいたのであの男の顔を見知った友人というようなものが一人もないのです原石地は石があるというだけで親戚も何もありませんしかし 顔立ちが日本人ですし言葉にも変なところはないので取り調べの当時は別に疑ってもみませんでしたがもし今度の犯人があいつだとすると何とも言えませんね私たちはまんまと騙されていたのかもしれませんそれにあいつのとっぴな吉がいめいた所業も 実は我々の目を欺く一つの手段だったかもしれないのです。ああして変わり者だ気違いだというふうに見せつけておけば逆手の迷彩になるわけですからね。警察のご厄介になってことなく放免されるというのは大きな犯罪を企む者にとっては一つの逆手ですからね。 北村刑事はいかにも残念でたまらぬという様子であった。